はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は前回に引き続き、プリン体と糖質がゼロの発泡酒、アサヒのスーパーゼロ。今回はアサヒです。アルコール度数が 5.5%。ですね。原材料が麦芽エキスと、ホップと、カラメル色素と、アルコールと、食物繊維と、米乳酸発酵液と、酸味料と、香料と、乳化剤と調味料、括弧アミノ酸と、酸化防止剤、括弧ビタミン C と、甘味料でございます。値段120円ぐらいですね。なんかやけに含まれてるな、原材料。なんか、今までの、ビール飲料とは全然含まれてる 量が、しかもようわからないのも含まれてるね。怪しいぞ。大丈夫か、これ。うん。泡が粗い。すぐ消える。うん。でもね、アサヒはね、オールゼロのやつ、プリン体と糖質とアルコールゼロのやつで一番アサヒのやつは一番うまいと思う。うん。ね。多分。それじゃあ乾杯。あ、こっちの方がまだ美味しいな。淡麗の方よか。うまい。朝日の朝日飲料、うん、多分まだうまいわ。うん。あのね、ちょっと、まあ、淡麗のダブル、プラチナダブルだっけ。あれに比べると、酸味の香りみたいのがないんで、あんまり。ないんで、うん。まだ美味しいですね。癖がなくて。変な癖がなくて飲みやすい。うん。それにしてもなんでこの4社一気になんか、プリン体と糖質ゼロのやつを発売し始めたの？わからないな。9月2日新発売。あ、やっぱ最近発売しちゃったんだ。9月2日。この朝日のスーパーゼロが9月2日で、淡麗が、これの発端となったやつは何なの？誰が先駆けだ？どの会社が先駆けたの？発売日書いてねえな。
あ、でも9月2日だ。え、なんだこれ。探偵の方も9月2日ですね。なんだこれ。なんか、あれだな。じゃ、サントリーは？サントリーの、方も出してるはず。4社全部出してるんですよ。札幌も。なんなんだこれ。怪しいぞ。怪しいぞ。美味しいゼロ。美味しいゼロ。やっぱ9月2日ですね。なんだこれ、全部9月2日で発売してんじゃないのこれ。なんだこれ。なんかの、なんでだ。みんな、その、作り方を、あれなんですかね。開発の、なんで時期を合わせたんだ。なぜだ、おかしい。札幌。札幌も多分、9月2日だろう。極ゼロ。世界初って書いてあるけど。なあ。誰が一番最初なんだ、これ。世界初はいいんだけどさ。極ゼロ。札幌極ゼロ。あれ？あれ？独自の製造方法でプリン体ゼロと糖質ゼロを実現し人気を博していた第3のビール極ゼロが姿を消す。昨年6月に発売したばかりの極ゼロは、あ、はぁ、あ、もともとリキュールだったやつが、札幌のリキュールだった極ゼロっていうプリン体ゼロと糖質ゼロ、アルコール度数 4% のやつが、リキュールではなく、発泡酒として出てるみたいですね。あ、実は、第3のビールではなかった。はぁ。ははーん、そういうことか。多分法律が改正したんじゃないか。それで、発泡酒っていうやつになってしまったってことか。リキュールだと思っていたんだけど、実は発泡酒で、多分それでなんか法律の関係で、ほら、発泡酒とかだとほら、税率が違うわけだから、それで多分、第3のビールではなく、発泡酒として発売するっていうことなんですかね。ってことは先駆けはあれか、極ゼロか。だって、もともとこれ、はぁ、7月15日にもう発売されてますね、発泡酒。
の極ゼロ。あ、じゃあ札幌が一番最初なんだ。それで、あれなんですね。これ世界初っていうか日本初でもある。はーん。じゃあ、札幌ってことですね。異例の極ゼロ騒動。なぜ起こった？歪んだビール税率に悩む業界。高まる増税観測。札幌ビールは7月15日、低価格の第3のビールとして発売していた極ゼロを発泡酒として再発売した。はあ、従来の商品が今年1月に国税庁からの指摘で、第3のビールとして認められない可能性が浮上したため。ああ、やっぱそういうことか。これは第3のビールではなく、ね、発泡酒だから、お前もっと金払えと。税を払えと。脱税してんじゃねえかっていう話なんだよ、多分。第3のビールより税率が高い発泡酒に切り替えると異例の対応で、5月の製造分を最後に販売を中止し、さらに、酒税税率の適用区分の変更で、累計販売量から試算した差額分116億円の追加納付も決めた。ああ、やっぱ金取られたんですよ。発泡酒である新商品の販売価格は税率の区分が変わることでこれまでより20円高くなるだって。クソかよ。ということはやっぱり100円が普通のリキュー、第3のビールが100円でしょ？やっぱ発泡酒が120円なんですね。ああ。ってこと、淡麗、俺の好きな淡麗、生も、値段120円ぐらいなのか。こんな安かったっけ？俺150円ぐらいした記憶があるんだけど。あら、そんなでもなかった。24本入れ2991円ってことは。3000円割る24だから。ああ、やっぱ120。120円か130円ぐらいなんだ。はあ。あら。淡麗生美味しいですよね、確かに。淡麗生俺結構好きですけど。うん。いや、確かに美味しいとは思うけどね。まあ、発泡酒の原型みたいなもんですからね、発泡酒。発泡酒と。発泡酒ってのは、まあ、発泡酒でうまいっていうやつってなかなかないですね。キリンのやっぱ、うん、淡麗生ぐらいしか、個人的には思い浮かばない。もう発泡酒って言ったらもうそれなんですよね。うん、発泡酒っていうと淡麗が一番なんですけど、あと個人的に美味しいなと思ったのはアサヒのスタイルフリー糖質ゼロのやつね。グリーンラベルも、淡麗のグリーンラベルも美味しいとは思うけど、あー、120円ぐらいだったんだ。120、30円で買えたんですね、淡麗ってね。150円ぐらいするんかと思ってた。全然買ってないから。忘れてた。まあ、その二つぐらいだな。うまい。発泡酒っていうとね。淡麗か淡麗のオフ、グリーンラベルか、スタイルフリーか。この三つだな。基本淡麗ですね。淡麗飲んどきはまあ問題ないっすわ。うん。
そっか。ってことは、ビールはやっぱり、それにプラス60円ぐらい。ビールだいたい180円か200円ぐらいですからね。そっかそっか。やっぱビールは高いな。まあ、これは、割と、でも、美味しいっては言えないんだよな。正直なところ。ちょっとね、さっき飲んだ、淡麗の、ダブルなんちゃらとかよかは美味しいんだけど、でもよ、これ四つ星つけるわけにはいかん、さすがに。まあちょっとコクが減ったかな。コクが減りましたね。2333です。ご視聴ありがとうございました。